その部分。なんか今元気あります。日、なんかちょっとこう向かってるみたいな、向かってるみたいなそう、感カじメします。ラに、そう、戦迫いっを、てる感じします。そういうこと、そういうこと、いい感じだよ、本当ですか？戦う姿勢を見せてる、Wi-Fi ついてます？あ、ついてる、ついてる、はい、大丈夫です。充電器かな。あ、はいはい、変えましょうか。まだ平気です。どのぐらい入ってるの？70。あ、じゃあ全然平気だな。なんかいつもと違う感じでいいね。そのまんま、ちょっと手を上に上げて、かがみ込んで、えいってジャンプしてごらん。手を上に上げて、かがみ込んで、ジャンプ。あ、いや、飛んでっちゃうんじゃないかと思ったんだけど。やっぱり、モッコはモッコだった。結構重かったですよ。10センチぐらいしか上がんなかった。もしかして今日は天井って そう、届くんじゃないかと思ったのよ。そのぐらいこう、動ける感じ。軽やかそう、に。軽やか、動けるぞ、全みたい然重かったですな。そう、よ。重かった。やば。じゃあ行きますかはい。ね。激ヤバ、思うも。はい、ありがとうございはい。ます。はい、行きます。はい。はい、皆様こんばんはい。は。しまくインスタライブもっこチャンネルの時間です。今は日もい。よろしくお願いしはい、よろます。しくお願いします。動けるファッションってことじゃないよね、今日は。じゃないです。あ 動けそうですけど。飛べるファッションってことでもないわよね。そうですね。エア飛べフォーなスワかっンじたゃし、ないわよね。飛べなかったし。はい、飛べなかった。はい、今日はちょっとマスクしたままですいません。はい。ちょっと次回もちょっと本気出していきます。え、何の本気だか。ちょっと本気出していくんで。 実は。もうこれまだ本気じゃないから。なんかやばいね、一人笑いしてるよ。誰も笑ってついてくれてない。何言ってんだろうみたいな感じ。今日ですね、メーカーさんがいろいろ持ってお店に来てくださって、いろいろ見せてくださって、ちょっといろいろいいのがあったので入荷しまして。11デザイン選ばせていただいたのそうかですな。ね、ね、色違いで。すごく良かった。はい、なまあ、ので、しほんばとく出たの、てほやほや。そうですね。いつもおすすめするブランドですね。はい、もうおなじみなんですけど、はい。ちょっといい感じにいろいろ面白いのがあったので、今日は全部じゃないんですけど、はい。ほぼほぼご紹介させていただきます。はい。皆様お忙しいところありがとうございます。はい、いきますね。本気でないらしいんですけどね。そう、元そうです。気本は気出十して分にないありかますら。からね。はい。はい。はい、まずはこちらのちょっと楽しいカットソーからご紹介します。カットソーっていうか、カットトソレーー。ナーでみたいな感じ？裏毛？裏毛じゃない。裏毛じゃない。裏毛？まあ裏毛みたいな感みじたでいすなね。感じですね。綿のボーダーのカットソーにこちらに、なんか楽しいね。そう、ちょっとこう MA1 みたいな感じの、ミリタリーな雰囲気で、こうここがファスナー使いで切り替えてお袖がついているプルオーバーのトップスになります。これはお袖は取り外しできるんですかね？できます。うん。もうなんかなんていうの、もうさらっと1枚で着られる、トレーナーっていうほど厚くはないんですけど、まあ、カットソーっていうほど薄くもない、ちょうどいい素材感のトップスになります。ちょっとねえ、ね、楽しい。なんか楽しい楽しし、ちい。ょっとこのあと皆さん、瞬間瞬間で目を見張る感じになるかな。いね。ろいろ今日楽しいので楽しんでくださいね。ね。で、こちらが、ライトグレーとオフホワイトのボーダーで、なんかちょっとロゴとかいろいろエンブレムみたいなのが入ってます。で、こう袖がこうなって、ここら辺がシャーリングがついていて、後ろがこういう感じになります。
さらっと着れるから、うん、もう今から1枚で着られます、うんうん、で結構暑いわっていう 暑いの、 あの冬でもそんなに寒くないのっていう方もいらっしゃるので、そういう方にもちょうどいいです。でワンサイズで身頃はこのようにたっぷりめになります、うんね、なんかなんかいいね、なんかかわいい、うん、なんか、ね、こういうボーダーのカットソーって、ね、いろいろ出てるし、うん、ちょっといかにもって感じになっちゃいますけど、うん、こういう仕様だとまた全然違いますよね、うん、おしゃれになります、うんうん、What is なんか、なんかね、なんかよ。で、お色違い、こちらの、あ、これもいい、これもいい、キャメルとネイビーの配色バージョン、素敵、うんうんうん、こちらも今年っぽい配色ですね、はい、おすすめの色です、はい、こちら、うん、ね、で、こちらが、あ、いいね、これも、ね、コンボーダー、うん、コンボーダーにこれと一緒のカーキのお袖がついたバージョンです、うんうん、こんな感じになります、うん、なんかいいですよね、うん、なんかいい、ちょっとお袖外してみますね、うん、お袖はここでこうファスナーがついていて、うん、こういう感じ、うん、なんでほぼ一年中いけるんじゃないかなっていう感じの半袖にもなるし、うん、あのこの中に細い、うん、そうね、ね、うん、あのカットソーとか重ね着してもいいので、うんうん、ゆったりベストみたいな、そう、ゆったりベストみたいな感じでお使いにもいただけますね、いただけますね、でお袖はこんな感じでファスナー仕様になってます、うん、こんな感じ、ちょっと楽しいですよね、うん、楽しい楽しい、絶対楽しいね、うん、こんなのなかなかない感じで、うん、いい感じです、いいね、久々のカジュアル、そう、うん、そうそうそう、ここまでカジュアルなのってあんまり多くはないので、うん、うち、うん、ちょっと新鮮なんですけど、うん、なんかちょうどいい、うん、あ、具合ですね、うん、単にカジュアルでもね、つまんないし、なんて言うんだろう、いつも言うんですけど、カジュアルも贅沢なカジュアルっていうか、うん、ちゃんとしたカジュアル、ちゃんとしたっていうのは生地と作り、いつも言うだけど、基本素材と縫製パターンがしっかりしてないと、やっぱりこうカジュアルでも安っぽい方向に見えちゃうし、うん、カジュアルっていうのは両極端でな、うん、すっごいそれがめっちゃかっこいいか、あ、ちょっとねって、ちょっとやぼったいかね、うん、やぼったいね、なんか無理してるよなって、うん、なんか流行りを着てる感じで満足しちゃってるけど、それって安っぽくないみたいなね、これはそういう意味でやっぱり、うん、いい意味の贅沢なカジュアルですね、うん、おしゃれなカジュアルです、はい、うん、あのボトムはジーンズとか合わせていただければ、うん、バッチリですので、何でも平気、何でも大丈夫ね、ちょっと前インして、うん、あのスカートとかで合わせてもいいので、うんうんうん、どんな感じでもいけますね、いいと思います、いいですね、はい、はい、でこちらが、うん、このとっても着やすいこちらが、うん、こちらがなんかいいねなんかいいですよねなんかバランスがいいんですよ、うん、なんかっていう時って本当になんかいいんですよ、ここの生地が綿になります、うん、でここ袖がポリエステルです、うん、こちらがお値段が16,280円です、はい、こちらで38サイズになります、はいはい、でシャクシャク進んじゃってますけど、うん、大丈夫ですかね、うんうん、いいんじゃないですか、はい、どっちもいいじゃん、いっちゃいいっちゃい、ああ、うん、そっちからの方が合わせ、うん、そうですね、いいかも、うん、で、
それにこれに羽織りたいのがこちら。いい感じですね。うん、これこの雰囲気お持ちのお客様も少なからずいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、2年ほど前にね、うん、同じような感じのデザインやって大人気だったんですけどね、はい、またこなしが全く違うと全く別物、当たり前ですけどね、うんうん、これがもともとすごく人気のあったデザインで今年また登場したんですけれども、うん、これがですね、裏起毛のフード付きの長めの羽織物に、うんうん、これダウンベストがセットで付いている、うんコートになります、うんうん、はい、うわー、かわいいですねって、ね、ありがとうございます。かわいいんですよ、すごいかわいいんですよ、はい、そう、それにちょっとこれを着たいかなと思います、うんうん、これにね、これがね、これにこれがこれにこれがいいんですよ。すごい合うんですよ。うん、もうとしみんごさん可愛いですねって書いてくれたから余計見てみて。ね。もっと可愛くかっこよくなりませんか。ほら。こんな感じで。さらっとカジュアル。そう。いい感じ。ね、こちらがコートになります。さすがだね。コーディネート力がめっちゃ高いみたいに見える。まるでね。うん、まるで。こんな感じになりまして、うん、これがかなりいいと思います。ね、このコート本当にいいんですよ。はい、おすすめなんですけど、はい、中がこの、うん、内側のこのロングのフード付きのが裏起毛になってるんですね。はいはいはい、で表側は、まあ、ちょっとカットソーっぽい、うん、なんて言ったらいいんですかね、うん、まあ目の積んだ裏毛みたいなもんですね、うん、ちょっとこういうね、はい、柔らかい、うん、生地になるんですけど、あったかい、うん、あったかいっていうかまあ、とにかくあったかみのある面、そうでもこう見た目が熱い感じじゃないから、割と早くから、うん、結構ずっと着られるタイプの素材感なんですけど、ちゃんと中は裏起毛なので、うんうん、寒くても大丈夫ですよみたいな感じで、うん、いや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 、もう着れちゃうでしょ。着れますね。でそれに、うん、いい感じ、取り外しができる、うん、ダウンベストがついてます、うん、外してみたらどうですか。はい、で、あ、ちょっと先ファスナー上げてみてもいいですか。はい、今日なんかご紹介するのがいろいろあってなんか焦りますね。早口で喋っちゃうけど、いやいや大丈夫ですかね。あ、いや大丈夫でしょう。ちょっと早すぎて聞き取りにくい場合はコメントください、ね、モッチーさんちょっと、うん、いつものペースで喋って、ね、多少時間かかってもいいわよとかね、うん、こんな感じになります。とっても良いと思います。で、今ショートパンツ履いてるからあれですけど、うん、普通にジーンズとかパンツとか、いや普通にパンツで、うん、何でも平気。ワンピースの上からだって全然平気。そうですね、うん、で今回のこのお袖が、うん、こういうのもちょっと細かいデザインは毎回変わるんですけど、うん、このお袖の仕様がちょっとこのダウンベストとリンクしてるところがすっごい可愛いのと、あとここの合皮使いが、うん、これも新しいんですけど、うん、これがすごいいい感じ、うん、前の ね、ここの黒のファスナーと ね全体のセンスが抜群に、抜群。あとこのシームレスな感じのなった、はい、うんうん、ダウンの入り方がシームレスになってるのも、うん、今年初めてです、うん、今までキルティングなので、うんうん、ありがとうございます。多少時間かかってもいいわよ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん、そうなんです。それで前全部止めるとこんな感じになって、かなり暖かいので、うん、もう一冬全然越せちゃうっていう方多いと思います、ね、ダウンなんですよね、これがベストがね。そう、ちゃんとダウンと、うん、ダウン90のフェザーが10です。はい、なかなかのダウンです。 でもまあデザインいいよ ね、これもロングセラーですね、うん、でなあんまない時もあるんですけど、うんうん、ロングセラー去年はやんなかったじゃない。やんなかった、うん、でこれがここの、うん、ダサフ
ードのここでフードのここでフードのここで、うん、あのくっついてるんです、うん、3箇所で、うん、そこだけなんですけど、本当になんかこうネタって感じだよね動作がダサいっつうか、なんかここだけでくっついていてあ、それ外した感じも素敵、めっちゃあったかいんだけど、うん、暑いの一人であれしてると、あのフードが曲がってます。この感じもいいね、ワンピースみたいにして着ても可愛い。そうですね、うん、こんな感じで、羽織のジャケットコートにもなります、うんうんうん、これもなんかすごいもう軽く着られるので、うんうん、すっごい便利なんですよ、うんうん、よくできてるね、はい、あのどっちもそれぞれすごいいいセット、うんうんうん、なんかこんな感じです。とにかくバランスがいいね、いい、うん、センスがいい、バランスのいいアンサンブルって言うんでしょうかね、一応1、2、3、3ウェイ、4ウェイですね。そうなんです、はい、綺麗綺麗、うん、ライン綺麗 でここのラインも、うん、こことかダウンベストと一緒の生地を使っております、はいはいはい、でここを留めるとちょっとハイネックになります、はいはい、で裏着もですね、はい、これだけでも本当に使えます、はい、であと本当にいいよ、いいですよね、本当にいい。で、あのちょっとこれ自体がライナーっぽい感じでも使えるので、うんうんうんね、他のコートの下に着たりとかもできるので、うんうん、これがあるとかなり便利、はい、うんうん、でこちらがダウンベスト、それはもうね王道のダウンベスト、ね、これ美味しいよね、これ美味しい、あのダウンベストだけでもめっちゃいいもん、これ出来がこんな感じで美味しいよねって言い方は変だけどめっちゃいいよね、いい、あ写真、あごめんなさい、あ忘れてました、はい、超おすすめのコートなんですよ、うんうん、いいと思います。私もねやってるとはちょっと思わず、うんうんうん、今日見ただけだったので、うん、あれだったんですけど、こんな感じで、うん、あのフードがちょっと立ち上がるような感じになっていて、はい、このような感じです、はい、でこの 4way って言ったのは、うんうん、その上に、上にコートを着ることもできるので、うん、はい、できなかったりしてそうするとなんかまた見え方が違うんですよ、うん、はちゃんと試してんのね、はい、いいね、中にそのダウンのね生地が出てきて、そうです、袖口とリンクする、そう、あらこんな感じも、おまた、いい、見え方が全然違うので、はい、すっごいおしゃれになるので、よい、ちょっとねかっこいいんですよね、うんうん、いやめっちゃいいと思いますね、うん、しかもおそらくパッションさんは今日はちょっと出ずっぱだったからね、あんまり見てないんですけど、待望のお値段って感じだよね、これね、うん、本当にいつも皆様にお客様に本当びっくりされるんですけど、うん、本当にお品物がいいので、うん、このメーカーをなんかこう激昇する意味っていうのは、とにかくいつも最高にいい例としてティーラベンとフォッシーっていうね2ブランドを他店に出してるんですけど、縫製パターンレベルで全く遜色がないの、ない、これ本当に綺麗、むちゃくちゃ綺麗なんですよ。でやはりそれぞれのね、あの良さって違うので、うん、素材とかね使う生地の、うん、あのまあよしあしじゃなくてね、ちょっといめっちゃいい生地と普通にいい生地の使いでまたコスタとかねメーカーのこう立ち位置って変わってくるんだけれども、ちょっとファッション性が、ね、そうファッション性が、そうすごくあって、うん、仕立てあとパターン的には、うん、完璧にいいんです、ね、前のより丈が少し短くなりましたが、若干短くなった、本当ですか、うん、私が背伸びたんじゃない、あ伸びたかな、うん、少し短くなったような気もする、もう覚えてない、ちょっとね、うん、私もちょっと前のを引っ張り、うん、あの記録を見ないとちょっと分かんないんですけど、ただ短くなった気はする、この短さがいい、
りこれはもうリアルに展示会行ってなかったからね、そうですね、現物として積んできてもらったんだけど、もう瞬間的にあ、ね、いいってね。ただあんまり大きく仕様変更しないメーカーなので、うん、ちょっと何とも言えないんですけど、うん、雰囲気はもう全く変わったよね。はい、はい、使う生地とかによってちょっと雰囲気は変わりますね、うんうんうん。でこちらがこのベージュ、ただスーパーいいね、ね、本当にベージュホワイトのコートになりまして、うんうん、こちらのそっちも着てみたらいいかな、はい、色違いが黒黒になります、うんうん。あ、黒黒は黒黒でかっこいいけど、かっこいい、なんかこうこれの醍醐味はさっきのベージュっぽい方かな、クリームかな、配色がね、うんうん、バイキングとか、うんうん、でも絶対黒黒かっこいいと思う。黒黒かっこいいね配色を楽しむか、やっぱりかっこよさのバランスを楽しむか、うん、でも黒黒は黒黒でかっこいい、やっぱり黒黒でもこのダウンベストの、うん、ツルツルとコートの、はい、ね、質感が違うから、うん、そういうコントラストが黒が分かりますね。綺麗、すっごく綺麗、かっこいいですよね、うんうん。なんかこのシリーズってすごくカジュアルな感じにしてくるときと、うん、今回みたいにちょっとモードっぽい、うん、あのかっこいい雰囲気にしてくるときと違いがあるんですけど、うんうんうん、あ、いい感じです。今回はすっごく出来がいい。そうで、こちらはサイズ的にはあの、はい、このこれがすごい伸びるので、うんうん、お店では、うん、7号から11号のお客様にお求めいただいてることが多いです、うんうん。で逆に前に40サイズを入れた時はちょっと中のこれが大きすぎて、うん、あんまり評判が良くなかったことがあって、うんうんうん、あのもし11号の方もピタッとしてもこれがすごい伸びるので、うん、それで着た方がかっこいい、かっこいいはかっこいいかなって感じはしました、うんうん。40サイズもやってた？やってますね、うん。今回はそうだね、以前40は大きすぎる感があってね、ちょっと大きすぎたんですよね、うん。普通に11号の方はこの38を選ばれたね、選ばれますね、うんうん、全然いけちゃうんですよ、はいはい。なのでちょっとこちらをぜひお試しください、うん、おすすめです、うんうん、本当にいいね、本当におすすめ、はい。こちらお値段言います。この値段が魅力的よね。そうなんです、おそらく。そう、これダウンベストで、ダウンベストですよ皆さん。で中は裏着もで、はい、裏着もでセットで、セットで32,780円。これはめっめっちゃ安いと思います。だんだん通販番組みたいになってきたねこれは安いしかっこいいしおすすめ、っていうか本当にね、素材感、うん、縫製パターン、うん、もう三拍子揃ってる、うん。しかも超リーズナブルで軽いです、とっても、うん、全然あの重くないです、ずしってこないので、うんうん、重さも何も感じない、見てても、うん、すごく着やすい、良い、そしてあったかい、うん、めっちゃいい、めっちゃいいです、うん。こういうふうに見ていただくと全部見せたくなっちゃうね。でも3時間ぐらいかかりそうだからやめときますか。そうですね、うん、そんな感じ。これいいね、これいい、うん。そして意表をつくこれ、はい。で、はい、今日は、あと、うん、いくつかご紹介があるんですけど、はい、その全部に合わせたいのが、はい、こちらも今日入りました、こちら綺麗でしょう、ね、はい。パッソンが言ってたティーラベントは今回ちょっとコート系、ツイード系にもう特化してめちゃくちゃオーダーしましたという、うん、第1弾これがすごい面白いんですよ、はい。なんかショール、うん、ショールじゃないんだけど、うん、あのテーマはショールなの ね、そうベストなんだけど、はい、ティーラベントではショールというテーマ、はい、そうなの。こちらが素材の良さ、一枚仕立て、ウールの厚手の一枚仕立てのリバーの
素材です。こんな感じのちょっと面白い、はい、事例コートみたいなのが、うん、そうですそうです、入りました。ちょっと皆さんどうですか、ワクワクするんですけど、はい、ああ、はい、はい、これなんて言ったらいいんだろう、もう、もうなんて言っていいっていうか、ね、おしゃれだよ。一枚仕立ての生地に、はい、ここにお袖が出る穴が開いていて、はいはい、ボタンは一箇所で、はい、もう着るんですけど、はい、だからショールをまとってるような感じでもあるんですけど、うんうん、ジレなんですけど、うん、かっこいい、なんて言ったらいいんだろう、まあいいよ見たままですって言えばいい。で、まあ、多少こうやってあの動きが取られるところはあるんです、うん、あのただこれ、この多少のこの不便さが、うん、この洋服のおしゃれさをすごく引き立ててるような、うんうん、あのある意味特別感がある、うんうん、あのそのおしゃ、あのそこも楽しめる方が、うんうん、なんかこう着て、うん、すごくおしゃれな服だと思うので、うんうんうん、なんかそういう部分も含めて、うん、あのちょっとかわ、面白い、かわいいっていうか、いやいや、もうあのジレの感、ジレでいいんだよね、感覚は、うん、ロングジレで、ジレですね、うん、でポッケはないんですけど、はい、あのここにボタンが一箇所ありますね、はい、ここで、はい、やっぱ素材の良さは本当に、はい、ティーラメントならではです、はい、うん、こうなって、はい、このようにはい、なります、はい、あ、いいね、色がいい、ね、このなんかほんとミルクティーみたいな色なんですよ、うん、これはね、もうなんて言ったらいいんだろうか、とにかくね、もうおしゃれな、おしゃれなんですよ、ね、おしゃれを楽しむ服です、問答無用、問答無用、本当に、うん、どうだってそう、おしゃれを、もう着てるだけでちょっとね、周りを圧倒する感じ、こんなね、うん、ジレはちょっとなかなか見たことないし、パサって羽織って、はい、あのあれいつも言うモーゼの10階よ、ね、ちょっとしたここだと星のカフェね星野が一番いいぐらいのカフェで目白も落ちたなとか思って星のカフェに行って、それですっと待ち合わせのテーブルまで行く間にモーゼの10階のごとく居並ぶね、お客様たち、スタッフたちがさあそうさあはい、そんな感じでなります、うん、あっけに取られるかっこいい日常、はいはい、そんなあなたに来てほしいですね、はいはい、そんな感じで、うん、今は、カジュアルなものと合わせてみました、はいはい、いろいろね、これ合わせていきますので、はいはい、ぜひご覧ください、はい、よいよい、パンパンは取り外しができますね、うん、はい、できます、これ一枚仕立てなので、すごい暖かい、うん、この生地がね、あの去年もすっごい評判良かったんだけど、今年もこの生地のいろんなバリエーションでオーダーしてますですね、はい、じゃあ次行きますか、次行きますね、はい、次行きます、はい、いよいよしまくらしくなってきましたよ、出し切れないぐらい入荷しまくり、本当でそそとね、見ていただくって島くらしくないんですけど、これでもかこれでもかってなんて言うんでしょうね、本当に崩れ落ちてくるぐらいの量見ていただきたい。で今度今試着するパンツがちょっと面白いパンツなのでご注目ください。なかなかあの好き嫌いはこれははっきりあると思うんですが、今までファッションもあまりこの素材感のパンツっていうのは初めてですね。面白い雰囲気を出してます。少々お待ちください、今着替えております。
何でも突っ込みたがっちゃってるね。突っ込まなくても全然良さそうだけど、突っ込んでもいいね、それね。そうですね。うん。それウールのカットソーかな。あ、そうです。ね。ちょっとね、今までお目にかからない素材感、イタリー製の素材だったかな、それ。パンツがね。うん。はい。これはね、皆さん手に取って触ってみていただきたい。綺麗なんです。はい。こちらが、はい、こちらはですね、うん、ツイードのパンツになります、はい、ツイードのワイドパンツですね、はい、今日女性軍みんな気に入ってましたね、うん、なんかツイードじゃなくて、うん、なんかこういうチェックのパンツって結構ありますけど、うんうん、この折りっていうのがすごく珍しい、ね、厚みがほどほどにあって、うん、ツイードなのに、うん、もたつかないという不思議な、そうそうそう、ね、ぼわつかない、そうぼわつかないの、特に腰のあたりとか、そうそう、生地に厚みがあると絶対もたつくんですよ、はい、どんなにいい ね、パターンであっても、うんうん、これね不思議です。そうなんですよ、またうんうん、この素材感のこのワイドの幅、うん、綺麗じゃないでしょうか。綺麗ですよね、うん、素敵って、レオ横浜さん、ね、うん、素敵なの。これこちらが色違いになるんですけど、はい、この素材感が、はい、素材感がとにかくスペシャル。これこれツイードなんです。うん、うん、すごいんですね、うん、ジャケットとか作ってもコートを作ってもいい感じのね、生地、そうそうそう、なのにもたつかない、うん、全然サラッサラッとしてて、うん、ゴワゴワもせず、うん、いい感じ。ウールじゃないんです。ウールじゃないんですよ、はい、ポリエステル、あ、はい、32、はい、アクリル27、はい、綿が24、はい、ウールが14、はい、あとレーヨンナイロン、はい、ちょろちょろです、はい、ツイードらしい混律の素材ですね。そうですね、少し、うん、それでも若干の光沢感があって、うんうん、ちょっとねエレガントよりの、うん、見た感じですね。ですね。そう、これ軽いんですよ。そう。生地に厚みがある分だけ、普通のパンツよりは重いんだけど、はい、重さを感じ、要するにウエスト腰のところでしっかり収まってるんで、全く重さは感じないと思います。履いてるモッチーさんどうですか？確かにおっしゃる通り、持った感じは普通のパンツより、うん、少しだけ重みが、うん、全然ね、生地の重みはあるんですけど、はい、履くと全くないです、うんうん、で歩いてても、うん、こう重みを感じるような感覚は特にないですね。綺麗、うんうん、だもん。形がね綺麗ですよね、うん、こちらで38サイズを履いてます、うんうん、でちなみになんですけど、うん、前ファスナーなんですけど、うん、後ろがゴムになっておりますので、うん、ここのフィット感がすごくあります、うんうん、ね、本当に綺麗。見てください、このパンツって絶対ここがポイントなんですよね。ここに少しこう腰が乗っかる、脂肪が、脂が乗っかるっていうかね、感じで、そこのところが生地に厚みが出るともたつきが絶対出るんですけど、うん、これは本当に作りがいいので、ね、全くそうしてて美しいですよ、これ。そう、あとここのゴムも幅が広いので、うん、ここのフィット感が、うん、ギューってはならないんですけど、うん、安心感のある感じだし、あとこう流れがとてもいいです、うんうんうん、ね、後ろも美しいの、本当に、ね、本当に美しい、本当に綺麗ですよ。そう、こんな感じで、めっちゃ綺麗です。あ、ちょっと待って、お尻じゃ後ろ取らして、うん、本当に綺麗ですよ。もう当然のように柄合わせはできてますしね、うん、横に横に皆さん見ていただいて、確かに、はい、うん、ガサツなパンツはこういう柄合わせもいい加減にします。確かに確かに、はい、ね、綺麗にできてます。綺麗にできてますよね、はい、すごく、はい、このねワイドの加減もすごく良い感じです、うんうん、そう、ぼちぼちこういう厚みのあるワイドパンツ、うん、いいかな。
いい感じ、うん、すごくいいです、うん、綺麗です綺麗です。でトップスに合わせているのが、うんはい、こちらウールの生地のブラウスになります、はいはい、ウールジャージみたいな感じのね、うんはい、ウールジャージですね。そうですね、うん、まあ、ニットじゃないので、はい、さらっとしていて、はい、なんていうか室内はい、こう暖房効いて暑いわっていう方とか、はい、結構この生地はすごく毎年評判が良くて、うんうん、秋冬っぽいあったかみがありながらさらっとしていて、うん、すごく着やすい生地になります、うんうん、使える1枚だね。使える1枚、うん、こちら丈はこのぐらい長めです、はいはい、ちょっと悪いけどバストが自慢よっていう大きさの方も大丈夫です、うん、大丈夫、はい、でぼやって広がらないので、はい、すごくすっきり見えます。そうだね、前に持ってかれる感じにはなんないね。そうですね、今日もねこの時間にお昼見えてた方がねものすごい胸あって前に持っていかれちゃうから着る服が難しいとこおっしゃってたじゃない。これは全然そういう意味ではね、うん、大丈夫です、うん、大丈夫、はい、ここが立体的になるだけなので、うん、はい、そうです、そういうことです。ここの脇が横に広がらないんですね、うん、そういうことです。です。さすがです。で、はい、襟はハイネックになって、うん、こう立ち上がる、ねはいはい、感じになります、はい。袖がリブになります、はいはい。袖リブがポイントだね。ですね。うん、メリハリができますね。はいはい、でこちらがでこちらの色のツイードは、うん、キャメルと黄色とブルーと黒。うんうんうんの色なので、うん、色違いそれ着てみたらどう？ブルーにその色違いのパンツとか綺麗よ。はい、うん、まあ、これでもいいかなっていう。うん、綺麗綺麗。で、ブラウスはいろいろあるんだ。うん、これはねでもこっちも綺麗。あ、本当だ。おお、いいね、にくいね。うんうん、それうんそれ綺麗。うんうん、それはうん。で、ここで紹介するんですけど。うんうん、はい、ちょっとねこのパンツを今日はあれですね、自由が丘の新谷さんにも写真撮ってどうって言ったら真っ先にやりたいって連絡来ましたね、琴木経由で熊谷も望月も新谷さんもだ、3人瞬間的にいい欲しいって感じでした。なんだろう、久しぶりになんか不思議なっていうかデニムの感じでもないもんね、イスコデニムとかのね、うん、やっぱりこうしなやかさあるのね、ツイードなんだけど、ちょっとねイメージからいくとゴブラン織りみたいな感じの厚みはあるんですよ、わかりやすく言うとね、ゴブラン風の感じで折り目は割とつるっとした感じの平織り風の感じのツイードになってて、厚みがもうほんとゴブラン織りの普通のゴブラン調の生地の厚みをイメージしてもらえると分かりやすいかもしれないです。いやでもほんとこれ綺麗だね、形がめっちゃ綺麗だね。綺麗ですよね、うん、良い良い。でこのブラウスじゃないといけないわけじゃないんですけど、うんうんうん、あでも綺麗綺麗、うん、これが色違いのパンツになります、うん、でブラウスもちょっとダークグリーンの色に変えてみました、うん、同じ色合いが入っているので、うん、もちろんこれじゃなくてピタッとした、うん、リブタートルとか、はい、そういうのかっこいいので、はい、あれなんですけど、こういう感じでも素敵かと。あ、ちょっといい感じね。ですね、うん、おいい感じ、すごい雰囲気あります、ね、そう雰囲気ある女みたいそう、まるでなんで指差して笑うの、指差しちゃった、ごめんなさい、素敵ですねって、ほんと素敵ですよ ね、 ね、そう、指差しちゃった
ごめん、なんかこの動作を画面に映したかった。指差しちゃった。指差してもらった。なんかいいじゃない、ね、なんかすごく、うん、ね、知的な、うん、そう、雰囲気のある人って感じ。そう、うんうん、ちょっと控えめな感じもして、 そうですね、それですっごいビシバシおしゃれな人、うん、ほんとほんと、こういう感じの色目になりますね、うん、いやいい感じ、ね、うん、こんな感じ。ちょっと残念なのは少し色目がね、光で飛んじゃうので、 あ、グリーンがね、ツイードのパンツのは割とこれがね、うんうん、うん、そう、このぐらいで見ていただくのがいいのかな、うん、いやチェック、もしかして大嫌いだったんじゃない、パッションさん。でもこれイタリアチェックだから。そうだよね、うん、イタリア製生地です、うん、これ単純なチェックじゃないから。そう、単純なチェックじゃない、そうそうそう、アートなチェックだからね、これ。そうそうそう、特別なチェック、綺麗。そうなん、はい、あ、チェック嫌いのあなた、うん、これはチェックじゃありませんそうそうそう、パッションさんがそう言うから意外、はい、お客様が私も実はっていう話を、うん、なんか 何名かの方から聞きました。何名もいらっしゃる。私もチェック嫌いなのよとかね、そうそう、一緒に嫌いでよかったとか言って、そうそのパッションさんがいいって言うからって言って、うん、チェックのものを、そうそう、オリジナルもね、チェックとにかく嫌いなのとか言ってね、うん、そうそう。でこちらがさっき履いてた方の色になります、うんうん、キャメルとブルーと黄色、あと黒の配色です、うんうん、これはね必見ですね、このパンツ。ジージャンなんかでデニムのシャツとかで合わせてもかっこいいよ、これ。かっこいい、かっこいいね。あと普通にピタッとした、うん、トップス、そうで、かっこいい、うん、なんかイメージがいっぱい湧いてくるね、楽しいですね、うん、はい、メンシャツでもいいし、いいです、いいですね、うん、結構素敵素敵ね。やっぱチェックもいろいろなので、うん、なんかイタリアのチェックは本当にいいなと思います、うんうん、いやいや、もうチェックって言いません。イタリアの柄はいい、イタリアの柄、はい、イタリアの柄はいい、はいはい、でこちらのサイズ感なんですけど、はい、38で、個人的なこと言うとちょびっとだけサイズが大きいんですけど、うんうん、まあ、後ろゴムなので全然あれなんですけど、うん、38サイズで9号っていうイメージで、うんうん、あの見ていただけたら間違いない、うん、はい、とってもいいね、これ、うん、でこちらがお値段言いますね、うん、こちらがじゃじゃん、19,580円です。ほどほど、17,800円プラス税です、うん、でもこれね、なかなかないので、うん、こういうチェックのいい感じのパンツって、うん、あとほんと消費税とかなくなってくれてほしいよね。本当ですよね、うん、余分。なんか話が長くなりました。はいはい、わかりました、はい、こちらです、はい、で、上に着ているブルーの、ね、綺麗、うんうん、このブラウス、ウールのブラウスも本当にこれは使えるので大変おすすめです、うんうんうん。これサイズ40もやってたよね、ツイードパンツ。ツイードはやってますね、うん、今でしたら両横浜さん、今日持ってきてばっかりなので36、38、40多分あると思います。3サイズで40もあります、大丈夫です、はい、あります、はい、今でしたら 100% 大丈夫です。ちょっと99ぐらいにしといてくださいいや100大丈夫、着けてないし、うん、あのサイドラインのタイトスカートがもう今日全部ありったけ持ってきていただいたけど、あれはそういうふうに言われた。そうです、ね、言われないってことはあるんだよ。そうですね、うん、言われないってことはね、はい、了解で す、マジでいいと思います。いや本当にいい、綺麗、うん、でこのウールのブラウス、はいはい、これも非常におすすめですね。使えるよね、使える、これあの評判のいいブラウス、後ろシフォンとかを使ってるブラウスとほとんどパターンは一緒ね、お襟をつけて、ね、はい、そうですそうです、はい、あれよりちょっともうちょっと温かみがなんか、うん、あ全然あるよね、できたなみたいな感じ、うん、そうです、ね、なのでちょっと季節進んだらこれいいんじゃないかなって感じがします、はいはい、もう切れちゃうぞみたいな、切れちゃうぞ、はい、みたいな感じで、はい、こちらがロイヤルブルー、あロイダークブルーですね、うん、ダークブルーで、こちらがダークグリーンになります、うんうん、いい色。こちらそしてね、元気になるぞっていう。
ッチね、うん、その色もいいよね、いい女らしい綺麗な色、使いやすい色だと思いますし、うん、あったかいブラウスって冬いいですよね、うんうん、とこれね、うん、これがベージュで、はい、でも久々のワイドいいね、ね、これがベージュ、うんうん、あとこちらがオレンジね、キャイン、このオレンジもいいね、すごく濃いめのオレンジで、はい、すごくいい色です。オレンジとピンクは絶対外せないね、外せないですね今ね、なんと後ろにあるあのベッグじゃバッグのオレンジと今のオレンジ一緒の色じゃない。おお、ちょっと待ってくださいね、はい、こちらがピンクになります、うん、はい、あのちょっとこう黒がかったピンクで、はい、とってもあの身につけやすい、うん、色、はい、マレーラピンクね、マレーラピンクですね、はい、はい、感じです。イタリアナマレーラピンクです。はい、こちらと、はい、今ちょっと見てたらね、ほら全く同じオレンジで、なんかちょっと憎くないですかね、はい、本当に全く同じオレンジ、うん、はい、全く一緒です、ブランドは違うのに、こんな感じで、あ、ちょっとおしゃれよね、おしゃれですね、うん、なんか小技が効いてる、そうオレンジってなんかミラノっぽい、あなんだそれっていう感じだけど、あでも文句はほら何回も言ってるけど、パッションなんか行ったことないんだから、行ったことなくて妄想で喋ってから怖いよね、リアルに行った人に妄想でなんか上から喋ってる、あミラノこの感じこの感じうん、もうなんか妄想がなんかそう妄想がそう現実空間を作っちゃってる、うん、やばいっす、こんな感じで、はい、でこちらにですね、あすいません、これのお値段を先に言います、はいはい、これ使えるよね、ウール100ですよ、そうウール100、うん、しなやかで着心地いい、ワンサイズのみです、はい、17,380円になります、はい、はい、でこれに、うん、これですね、うん、何でも合っちゃうティーラベント、なんかこれいいね、なんかね、うん、こんな感じで、はい、こんな感じになります、おっしゃれ、スラッと見えるね、見えますね、163センチぐらいあるように見える、私じゃないみたい、うん、違うね、はい、こんな感じです、になります、なんかちょっと楽しい、うん、楽しいし、なんか本当にね素敵な女性になったみたいね、まるで、うん、もっことか言えない感じ、望月さんみたいな感じです、そう、はい、ちょっとリッチな、はい、望月さん、うん、セレブっぽい感じ、はい、こんな感じになります、うんうん、静かに落ち着いておしゃれを楽しみたいっていう方にはこういう感じで抑えた感じの、うん、でもちょっと一味違うコーディネート、うん、楽しいかもしれないね、この感じだと落ち着きすぎちゃう、ちょっと楽しくないなっていう時は風あるダウンした方が、うん、さっきみたいな、ね、うん、そうです、そうです、でも両方使える、両方そういうことです、そういうことです、ね、うん、こんな感じになります、はい、はい、で、はい、最後いきます、はい、本当だ今日1時間越しちゃった、本当です、ね、でも最後も見てください、また意表をつきます、こんな感じです、ガラッとこちらは今日揃いました、これはシマックの服を全般的に好きでいていただいている皆さんは好き嫌いの激しい一品になりますね、でもなんとなく軽い感じの今を楽しむにはこの服ちょっと良くないでしょうか、そういう感じです、見てください、
さあ、おそらくモッチーさんのキャラではない服なんですけれど、クマのキャラでもないか。でも誰が着てもいい感じになるよね、これ悪くない、ね、うん、服はいいんだよね、キャラに被るかどうかってことで。そうですね、うん、あ、でも綺麗、ちょっとチョーカー、うん、あ、チョーカーが向こうだ、ちょっとお待ちを、はい、ちょっとお待ちを、はい。さあ、エンマ愛ちゃん、よいよい、いいですか、うんうん、はい、こちらです。ね、あ、これ綺麗だね、綺麗、パンツのラインとか絶品よこれ、うんうん、これ履いていただくとすっごい喜ばれます、うん、ね、ソフトポンチですね、素材は。そうです、はい、画面へ戻ってください。これはいいよね、すごく綺麗ですね、若干甘めなんだけれど、うん、若干エレガントなんだけど、そのまんまエレガント、そう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 、あの王道なんだけど、うんうん、でもやっぱちょっとね、うん、あの普通っぽくないの、うん、そう、かっこいい、あのブログかなんかで、うん、あのパンツ、パール付きのパンツを先にご紹介をしてたんですけど、うんうん、同じ生地のトップスが、はいはい、あのできまして、はい、セットで着ることができるようになりました、はい、これは絶対セットで着ようよみたいな感じになりますね、なりますね、もうありえないぐらい、うん、このパールなんですけど、はい、ま、あのここのパールはツヤっぽくて、ここのパールはツヤ消しなので、はい、あの同じパールを使ってるわけじゃないんですけど、でまたこうやってセットで着ると片方が隠れるので、うんうん、あのパンツはパンツでも楽しめるし、うん、セットで着た時はここにポイントがあるっていう感じの、うんうん、結構気の利いたセットアップになっております。つうかさ、綺麗ね、うん、すっごいリラックスして、うん、あの着られるので、うん、ちょっと移動の時とかでもすごくいいですし、うんうん、例えばご旅行先に、うん、あのリラックスタイムで着るにもいいし、うんうん、あと普段でしたらお仕事とか学校行事とか、うん、もういろんな場面で着られるタイプ、はい、うん、や理想的な角隠しの服だねですね、うん、なんか優しく見える、そうそうそう、ちょっと自覚のある方、私の角ってちょっと強いかな、尖が、ね、鋭すぎるかな、そんなあなたにちょっとおすすめします、優しく見えますよ、そう、角隠しになりますこんな感じで、うん、パンツも、あの、うん、これパンツだけでも人気なんですけど、うんね、うん、トップスが今日だったので、うん、ちょっと突っ込んでみたら半分、うん、でもあのすごくこのパンツすごい、うん、あの形が綺麗で履きやすくて評判がいいですね、うんうん、この女らしさ優しさにあのフォッシーのベルトをするとどうなんだろう、あ、そうだ、これベルトループあるんですよね、うんうん、ちょっとやってみて、うん、そう、自分の角をたまにこう気になさる方、そんなあなたに角をしっかり隠せる服、大事ですね、大事です、たまには角をしまっとかなきゃ、なんか秋ってなんか結構こう最近、うん、あのお子さんのピアノの発表会とか、うんうん、なんかそういう話も多く聞くようになったので、うんうんうん、これなんかそういう意味では理想的だよね、理想的、うん、それ以上にちょっとなんかネタになりそうじゃない、日常的にガオーの人がこうなんか今日いい感じねみたいな、そうそう、こんな感じで、ああ、きれいきれい、うん、全然 OK で、足元スニーカー系になって全然バッチリだしね、はい、うん、こんな感じでもできます、きれいです、ラインが綺麗、ラインが綺麗、うん、肩のライン
肩線からここの首元の、ね、うん、感じが、うん、なんていうの、女性がよくデコルテのラインも綺麗に出てるし、そうですね、はい、まあ、すごく落ち感があって綺麗に出てます。はい、はい、生地はソフトポンチなので、はい、扱いやすい、はい、あの落ち感がありますね、うんうん、それと、それ手洗いどうなってる、洗濯、おそらく 手洗い、注ぎ洗いで大丈夫と思うんですけど、ひっくり返してじゃあダメにはなってますけど、うんうんうん、多分ポンチなんで、うん、大丈夫です、洗っちゃえるかなって感じがします、はいはいはい、脱水とかはやめましょう、私だったら洗っちゃうけど、うんうん、こんな感じで、うん、でこのパンツ本当スニーカーにも合うので、うんうんうん、ちょっとジョガーパンツじゃないけど、うん、そんな感じにも合うので、うん、カジュアルに、うん、あの今パンプスで合わせてるからすごいエレガントな見え方してますけど、うん、あのスニーカーであのカジュアルにラフに着ることももちろんできます。うんうん、動いたとこ時の肘とかに、肘と手首にあの連動するこの流れが、うん、一緒にこう綺麗にドレープがついてくるから、ああ洋服の動きが綺麗、そう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 、うんうん、すごい綺麗ね、うん、すごくいい感じ、うん、とても良いと思います、はい、それは羽織ってみませんですね、はい、これこそ究極のあれになっちゃうけどね、究極の優しい女性風、風にね、うん、都会的な、ああやっぱりこのぐらい、どうせだったらキレイキレイキレイで合わせた方がより綺麗になるね、そうですね、うん、あの収まりすぎちゃう嫌いはあるけど、うん、おおあ、いいじゃない、うわお、素敵じゃない、とてもとても綺麗です、こんな感じになります、うんうん、グレーで合わせた感じも素敵ですね、うん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 、これやっぱ効いてますね、うん、効いてる効いてる、まあいい意味で妙に甘くなんなくていいね、あ、そうですね、うん、おっしゃる通り、うん、で本当にいろいろ見てると、うん、パールの付き方がよれてるのとかあるんですよ、うん、そうそう、おいおいおい、もうパールがね、連チャンでつけててよれてると本当に目立つので、うん、そういうのは本当気をつけてください、うん、で襟元なんかこうね、へたって開き返るしね、あのブラウスはちょっと例で、もう皆さん、そう、まあ今年はこのタイプ一つぐらい欲しいわねって買っていらっしゃる人も多いかもしれないけれど、これブラウスの袖襟元、うん、そう、これです、これです、これがあの本日再入荷しまして、はい、38でフリーが出たんです、はい、あるんですけれども、はい、こちらのセットアップのように、うんうん、ここね、ポイントがね、はい、ベロンってならない、タラってなると、うん、それがベロンってなるともう全く意味をなさない、やーって、やすっぺーってやつ、こうベロンってなってるのとかもあるんです、うん、実際に行くと、あるある、多い、そういうの嫌だし、あとここのパールがちょっとずれてたりするのも正直見るので、はい、そういうのはもうぜひ避けてください、はいはい、綺麗についてるのが断然おすすめです、うんうん、気にしてこう持たせなきゃいけないってことじゃない、普通に着て綺麗にこれ開かないです、うん、それがパッションいつも言うところのパターン的な良さ、はい、設計図ですね、あの服の設計がきちんとできてるかどうか、このパールをあの首の底のところにあのつけた時に、うん、そのパールの重みで前に出れないかどうかって、そういうことの基本的な設計っていうのが一番洋服は大事なんで、バランスだと思うんですよね、はい、なのでこちらもおすすめです、はい、これがもう安っぽいかどうかちゃんとしてるかっていうのはそういうところよね、一目瞭然、大きいですね、うん、やっぱりちょっと白なんで結構目立っちゃうので、はい、そうそう、本当気をつけたいところです、はい、でこれはこんな感じで、はいはい、とても素敵でかっこいいです、うんうん、
良いじゃない。色違いを紹介したらどうでしょう、はい、切れないまでも、はい、あ、それでついでにそれモコモコ帽子の着てみない。あ、これですか。うんうん、今いい感じした、うん、ちょっとおまけおまけは欲しくないわって言われて ちょっとエレガントな感じにイタリアーナな感じのねコートをこうかぶせていくとまたちょっと見え方が違うかな。フォアのコート割とカジュアルめにね、うん、紹介しがちなんですけど、うん、ちょっとエレガントな感じで着るのもすごくおすすめです。はい、これで今40サイズになります、うん、良い感じよね。うん、こんな感じでうんです。なかなかです。はい、でですね、うん、で、で、で、こちらの色違い、はい、はい、うん、まず、はい、こちらが紺、はい、紺もセットアップになりますね。便利だよね、きっとこれ一着、うん、なんかもうそれこそね、まだまだ先だけど、うん、なんか入学式とか、うんうん、あ、そういうのもすごくいいと思うので思いつかなかった。なんかあると便利かなみたいな感じ、うんうん、あ、すごい便利だと思う、ね、で本当にリラックスして着れるので、うんうん、で黒も、うん、黒もセットになりますので、はいはい、黒もあります、はい、そして、はい、セットアップになるのがそのチャコールグレーと、うん、紺と黒の3色ですね。3色ですね、はい、でブラウスのみこの、はい、ブルー系の色とこのオレンジ、はい、がございます、うん、いいですね。ブラウス単独で着る分にはこのぐらいの色をね、はい、着てみていただくとどうかなと思います。ジーンズとか、うん、カジュアル男子で ね着てもらう分にはとてもいい。そう、とにかく着やすい素材なので、はいはい、とてもおすすめです、はい、めっちゃいいですね。めっちゃいいです。はい、でこちらお値段が、うん、ブラウスが30、ワンサイズのみです、うんうん、フリーサイズです、うん、16,280円になります、はい、あ、今ねちょっとカオピーさんが入っていただいたんでそれが終わった後あのツイードのパンツもう一回、あ、はい、でこちらのパールのパンツこちら今履いてるのが36サイズです、うん、あとお店には38サイズがあります、はい、こちらが、16,500円になります、はい。皆さんファッションの主流はセットアップになってきてます。本当ですね、うん、セットアップは本当見逃せないです。モード系の主流にかかわらずファッションの、主流っていうかムーブメント、うん、セットアップになってきております。ちょっとだけ意識しておいてもらうといいかな、うん、と思いますね。ちょっとこれにムートンジレットも可愛いですね、うん、ね、はい、ただ今、はい、今さっき、うん、パッションさんからのリクエストでもう一度ご紹介しますと、はい、こちらのツイードの、はい、ワイドパンツ、はい、こちらも大変おすすめです、ね、先ほどずっとこれでコーディネートしてたんですけどめちゃくちゃ綺麗でめちゃくちゃ綺麗ですよね、これすごいおすすめです、はい、19,580円、はい、それ裾のはどうなってる？見返し5センチぐらいある？あります、わりかしあります、うん、はい、見返しが5センチあるので丈は大丈夫ですね、はい、170ぐらいある方でもまあ、少し丈出しする感じで 長い感じで履きたい方におすすめです。でこちらツイードの色違いです、はい、こちらもおすすめになります、はい、バッチリですね。バッチリです、はい、こちらのコーディネートはもしあれでしたらこの後YouTube に載っけ替えますので、うん、ちょっとコーディネート見てもらうと、うん、ね、割としっかり紹介してるので、うん、分かりやすいと思います、うん、です、
はい、そんな感じですかね、はい、まだご紹介してないのもありますけれども、はい、またこれからしていきますので、うん、最後にこれ羽織るとどうなんだろう、君さん、ちょっと待ち、うん、なんかエレガント系にこういうのって仕上げるのも楽しいね、うん、しばらくこういうコーディネートなかったんでね、ああ全然全然いいっていうかいいじゃない、いいですね、うん、あいいじゃんいいじゃん、こんな感じで、あこの感じもあなんかいい感じだよ、例のムートンジレです、うんうん、よいよい、ね、うん、でおすすめのムートンジレのグレーを、はい、チャコールグレーのセットアップにも合わせてみました、はい、こんな感じになります、うん、お、なんかいいじゃない、ね、うん、グレーのバッグ、うん、グレーのバッグとかあの後ろにあるさ、あ、メッシュっぽい、そうそうそう、あ、なんかいいじゃん、かっこいいですね、うん、真面目な人に見えるどういうこと、こんな感じで、はい、はい、こんな感じで、はい、いろいろご紹介させていただきましたけれども、はい、はい、はい、いろいろすごくいいのがいっぱい入ったので、うん、ぜひご覧ください、はい、もこ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 ピンキューさん、すごい気持ちいいんですよ、これ、うん、本当気持ちいい、かわいいです、そう、これファンの質がいいから、うんうん、すっごいいいんですよ、うん、ピンキューさん、これはあれかな、あの求めていらっしゃらないとしたらね、ぜひぜひ 見てほしいね、すごいいいですよ、スーパー大人気商品です、うん、おすすめ、うん、なんかへにゃってしてないので、そうおすすめです、作りも綺麗です、裏を見せてください、裏ってそっちじゃない、それじゃ後ろって言うはい、そっちを裏って言いますね、裏もね、こうなっているので、はい、裏の作りも綺麗です、はい、裏地もしっかりついてます、なんで裏まで見ていただいたかというと、すっごく綺麗なボア、うん、裏もこれだけ綺麗にしっかりできてて形がいい、背中ももこもこしないように、背中はあのそう、ちょっとムートンっぽくなってきて、はいはい、ムートン状態のね、うん、感じになってます、うん、あったかそうです、ありがとうございます、はい、おすすめです、おすすめです、はい、おすすめなのはこれ、値段言っといてください、18,480円になります、はい、18,480円ですね、大人気です、です、はい、そんな感じ、はい、はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました、はい、ちょっと早口なところもあったかもわからないんですけど、はい、ぜひちょっと見返していただいて、うん、新作お見逃しなくて、ね、はい、あとそうそう、どんなんでもリクエストいただけたらありますね、今、うん、あります、いろいろあります、はい、なのでテーマ、お題拝借でライブをやるのも楽しいと思いますので、はい、よかったらね、こういう合間合間の、はい、はい、そんな感じになります。ね、目につくでしょ。あ、ロンちゃんさん、ティーラベントのショール。あ、そうそうそう。ショールはおいくらですか。これ。ショールの値段言ってる。うん。そうそうそう、そうそう、パンツのことで大事な話があった。ショールっていうかね、うん、ロングジレコート。パンツの話？パンツの話。うん、そうそう、今日ロンちゃんさんからLINE いただいたんですよ。うんうん、こちらがティーラベントで74,000円になります。割とお手頃だよね、ウール100のリバージだけ、はい、1枚自体で厚みのあるいいウールです、うん、でフォックスで取り外しができます、はい、色がね、色がいい、そう、色がいいね、すっごく色がいい、もうロンちゃんさん100点満点、気に入る色、うん、すっごい色、最近正しい日本が使えなくなってる私、ね、伝えたいことが先に来ちゃって、そうナイス、トロですね、そう、今日ね、いいお話いただいたんですよ、うん、この例の段ボールニットの前スリットのパンツを、はい、ちょっと旅先で、うん、使いいただいたお客様が、うん、ちょっと
な、まあ、何日か多分ご滞在なんだと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと洗濯とかどうしようかなとか、うん、あのそういう時にもうホテルでちょっと洗ってみたら、うん、とにかくもうすぐ乾くし、うん、シワにもならないし、うん、もう履き心地もいいし、うんうん、色も綺麗だし、うん、あの何色かお求めいただいてるんですけど、うん、色違いで買ってよかったわってすごくあのそういったあの、うん、コメントいただきまして、うんうん、なのであのもう普段、うん、あの仕事とかそういう時だけじゃなくて、うん、あのご旅行の時とかもすごくお役に立つパンツ、うん、ということなので、うん、もうぜひ皆様お試しいただきたいですって言ってて、うん、ちょうどタイムリーに明日か明後日、うん、これの黒の38サイズのみ、はい、あの数本入る追加でね頼んでた、はい、もうちょっと他のサイズはもうなくなっちゃって取れなかったんですけど、はい、38サイズのみあの明日か明後日入るので、うん、あのぜひこの機会に、うん、とっても、うん、もう本当に感激していただいたので、うん、ぜひお試しください、うん、いい話、俺が作ったわけじゃないけどこういういい話聞くとじわってくるね、じわってくる、うん、なんかうるうるしてますよ、うん、あーやっぱりってよかった、うん、よかったってなんか偽善しゃぶってないですか、あいや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 根がピュアだから、いや私だってうるうる、あいやあなたはちょっと私だって、あなたはちょうどあれよさっきの角隠しファッションがお似合いよはい、はい、なのであのちょっとね、うん、あの例えばご出張に行かれる方もそうですし、うんうん、シワになんないね、はい、で本当にホテルで洗って乾くので、うんうん、おすすめです、うん、いい話、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、感じで、はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございました、また土曜日のライブでも、うん、楽しく、うん、いろいろいいのがあると思うので、ね、ぜひご覧ください、出し切れてない、ちょっと今日まだご紹介してないのもあるので、ね、お楽しみにさせてください、楽しみですね、毎回毎回本当です、じゃあ To be continued ですね、はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。ノンストレスのパンツです。あ、よかったです。ありがとうございます。はい、よかったです。ね、それが一番だよね。そう、ちょっと今回の再入荷で、うん、お待ちいただいてたお客様にはちょっと期間待たせてしまったのもあったりしてたので、ね、うんうん、今日のそういうお話を聞いてちょっと、うん、よかった、間に合ったね。よかったって思います、うん、あ、うん、その方全然別の話の件なんですけどね、うん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 、やっぱり良かったなと思いました、うん、ちょっとね、待たせちゃって、その方にはお待たせしちゃって悪とかあれだったなと思ったんですけどね、良かったです、黒が入りますね、黒が38のみ入ります、40は頼んでなかった、いや、なかったんです、取れなかったんです、ガーカも分かんないですけど、あーそう、結構頼んで電話した時には38サイズがもうちょろしか、あーそうなんだ、うんうん、分かりました、はい、はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。いきます。はい。This is the fashion。今日もありがとうございました。ありがとうございました。もう、毎回、毎回しつこくて申し訳ない。本当にいつもありがとうございます、皆さん。本当に貴重なお時間いただいて。ね、見ていただくからやれるもんね。そうですよね。これ見ていただいてないとアホだもんね、だって。そんなことないですよ。いや、誰も見てないのに、二人でさ。こうやって、いや、結構 ね、入って見ていただくってことに何かこうやる意義と ね、そうですね、うん、あるじゃないっていう、そうですね、うん、言葉を選んでしまったでは失礼いたします、はい、失礼します。